福島ダティネットワーク。いよいよメインイベントでございます。スペシャル6人タッグマッチを行います。はじめに青コーナーよりアシュラ、剣王、野橋太郎、新エラーム有組の入場です。赤コーナーよりヤペマン1号2号ラッセ組の入場です。スペシャルマッチメインイベント6人タッグマッチ、時間無制限一本勝負を行います。赤コーナー、青森県出身168cm キロ、ラッセ道の区の平和を守るヤペヤペヤペパー。青コーナー、アシュラ185cm 80キロ、シークベラ。同じく日本最小プロレスラー159cm 80キロ、野橋太郎。同じく徳島県出身、第17代東北ジュニアヘビー級チャンピオン174cm 90キロ、剣鋒。メインイベント始まりました。野間島選手、6人タッグマッチ、はい、今道の子を厚くしているこの6人タッグマッチ、いかがでしょうか。青コーナーのアシュラ、アシュラチャンピオンが、はい、仕掛けていきましたね。早速ヤッペーマン1号、1号が捕まってますね、捕まってますね。しかしすぐにこのシークベナーマリが出てきました。イギリス、フォエムダブリプロレスから、はい、イギリスから来ております。留学生ですね。ああ、たくさんのタックル、長身です。さあ、185cm の長身からスピーディーな動きでラッセドロップキック。さあ、ラッセのドロップになりました。さあ、続いて出てきた、道のプロレスの6人タッグマッチ、早いですよね。選手はタッチいらないんですね、はい、タッチしないでも交代することができます、はい、メキシコのルールでタッチはいらないんです。
ですね。はい、CIA コールですか。調子に乗るなとばかりにチャンピオン KO が入ってきます。さあ先日第17代の東北ジュニアヘビー級のチャンピオンに返り咲きました KO 選手、ボディスラム、ボディスラム2号捕まってしまいました。さあどうでしょうか2号、さっきまでの元気はどこやら。あー今足に、さあチームワークはこれ青コーナーアシュラいいですね。いいですね。スムーズに。はい。通常ですとあの赤コーナーやっぱり今1号2号3号ですけども今日はラッセ選手が入ってますんで。サイドスープですね。さあカットは2ラッセのカットが間に合いました。さあ目まぐるしく戦う選手が変わっております。さあマスクに手をかけている。ハンセフリー、ここはレフリーチェックしてほしい。レフリーハンセフリーチェックしてほしい。マスクに手をかけている。マスクはダメ、マスクはダメ、反則だよ、反則、反則。レフェリー、レフェリー、チェックしてほしい。さあ、なんとかマスクハゲは免れて、2号こんなに振っていく、そして宮田ダブルに2号大丈夫か。出た、中心においての3人からドロップホール、かかと参りました。アシュラは連携いいですね、勢いね。アシュラの勢いがすごい。そして今チャンピオン剣王さあ大きく入った、コーナーまで吹っ飛ぶ。大丈夫でしょうか。さあこの剣王選手、皆さんあの日本拳法のですね世界チャンピオンですからね。剣王選手はロッキングドール、世界の蹴りが今入りました。さらにコーナーに振ってきます。蹴りで芸歴2号飛ぶか。岬さあ立ちできるでしょうか。さあラッセンチェンジ、エルボー、エルボー。さあこちらも元気印ラッセン。アシュラ2人がかりですね。さあレフリー、これをこの反則を除外してください。2人返してみましょう。3人の攻撃。さあ、お返しとばかりに3人で行くんでしょうか。ターゲットはどうやら野橋太郎。ケリーさあ、ダブルだよ。対空時間長い。瞬間5分を経過してまいりました。おお、止めた。さあどうする。上位プランチャープランチャーダブル同時に持ってきた。さあリング上は1対1。おっしゃ、俺が決めるぞ。CIA CIA CIA なぜか CIA コール、誰を応援しているんでしょうか。おー急所急所、これは急所蹴ったんじゃないですか。そうか、反則でしょう、反則反則。おー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 、ヒットカー、ヒットカー危ない。おい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 、おーさあこれはご主人、狂気攻撃が仲間に入ってしまいました。さあここはラッセが野橋太郎をスラムしてトップロープを行っている。飛ぶかジャガラギー、
横山所長おめでとうございます。我々みちのくプロレス仙台ガールズプロレスリングから代表して里村芽衣子選手から花束を贈りたいと思います。どうぞ。いつも横山所長ありがとうございます。それでは恒例となりました写真撮影、ラッセラッセ今日勝ったラッセ、なんと CIA の CIA のマスクをかぶっております。これで勝てましたので、言い訳する、もう言い訳しませんよ今日は。よし、それではあの写真を、ちょっと待って、じゃあ、ラッセ受け取って、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。みちのくプロレス20周年なんだ今年だから、みんなで一緒におめでとう言いましょう。ワン、ツー、スリー、おめでとう。ありがとうございます。それと新崎人生さんが、プロレスラー20周年なんですよ。で今日はちょっと怪我で来れなかったんだけど、人生さんも20周年おめでとう言いましょう。1、2、3、おめでとう。それと、なんかね、みちプロプロレス関係になんかおめでたいことがあって、結婚とかっていう話あったよね。誰ですか？里村さんじゃねえのかな。あ、ごめんなさい。あの南の竹下さん。あ、はい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 。竹下さんおめでとう。おー、ありがとうございます。伝えておきます。そして皆さん言わないように、はい、はい、それでは皆さんが一人でもいる限り、みちのくプロレス仙台ガールズプロレスリング、そして CIA は永遠に不滅だ。